はい、レオンです。今回はダイソーで購入した台所用洗剤アロママイルドの紹介レビューやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。ダイソーで結構商品、いろんな商品買うんだけど、この台所用洗剤買ったのは多分今回が最初なのかな。ちょっと前に買ったのかちょっと覚えてないんだけど、ほとんど買った覚えがないんでね、おそらく多分今回がこの商品が多分最初なんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと説明書きね、ちょっと読んでいきたいと思います。手肌に優しいアロママイルド、使用上の注意をよく読んでください。台所用合成洗剤、用途野菜、果物、食器、調理用器具、液性、中性、成分ちょっと長い、多いからね。これ購入したきっかけは、食器用洗剤はね、自分ちょっと名前が忘れたんだけど、ジョイってあるでしょ。ジョイよく使うんですよ。ジョイって結構ちっちゃいんだけど、ダイソーにも前あったんだけど、ジョイ今なくなってるっすね。入ってきてないのかわからないけど、ジョイで食器とか洗ってるんですよ普段で。これも多分使えると思うんだけど、今回この商品ね、購入したきっかけは、まあ、後で開封レビュー撮るんだけど、車のカーフィルムね、車のガラスに貼るカーフィルムも昨日購入したんだけど、これ今撮ってる日時が7月1日なんですが、昨日6月30日に購入したんだけど、いつも行くのホームセンターで、そのホームセンターの中にダイソーも入ってテナントとして入ってるんでね、この商品と一緒にカーフィルムも別で購入したんですよ。カーフィルム貼ったことないんで、これカーフィルム貼るときに霧吹きにね、この食器用洗剤 2,3 滴くらい垂らして、で水と混ぜてガラスに吹きかけて、まずガラスの汚れ取って、で最初にフィルム合わせない、まあ、それはフィルムの開封レビューで説明するんだけど、とにかくねカーフィルムに必要なんで、食器用洗剤が必要なんで、それで購入したんだけどね、ちょっと短い、今日ちょっと多く取るつもりなんでね、8本9本ぐらいちょっと取ろうかなと思ってこの紹介やってきたんですが、ちょっとこれだけじゃ物足りないから、ちょっと YouTube の方にアクセスして、少々お待ちください。ちょっとズームになってしないといけないですね。でよ、ちょっとピヨコちゃんもいつものように参加でやっていくんで、もうちょっとズームがいいですかね。こういう感じで、はい、これで4本、ちょっと短い動画で申し訳ないんだけど、誰入れようかな。あ、これいってみようか。この人最近チャンネル登録したんですよ。ひろ紅葉ってものかな、オフィシャル 3代目。この人ね、どのぐらいいるんだ、チャンネル登録者数4.83万人。この人ね、宗教法人の創価学会ってあるでしょ、創価学会の息子なんですよ。もちろん創価学会、大川隆法っていうあれなんだけど、創価学会の宗教法人の一番トップの、なんて言ったのかな、肩書き、
当主っていうのかな、分からんけど、その人の長男に当たるんじゃないかな。で創価学会に入って活動してみたいなんだけど、2年ぐらい前になんかその創価学会脱退してるんですよ。で一度結婚して離婚歴があるのかなこの人、俺詳しく分からんけど、なんかあの女優の名前、ちょっと名前忘れてたんだけど、女優で活動してる時の名前が分からないんだけど、俺が好きな土屋太鳳が主役のあの「マレ」っていうドラマがあったんだけど、朝ドラの連続テレビ小説ので、それに出てたんですよ。あの出家して千貫美智子っていう名前に改名して今活動してるんだけど、なんかこう創価学会制作のなんかドラマとかの映画になんか主役で出てるんだけどね。手越し君が立場へつまりの街頭演説を聞いてみた、これをちょっと見てみようか。何分動画だよ、予告入ってるな、広告。あ、ちょっとボリュームが足りんね。よしです。今日ちょっといろいろ動きがあったみたいで、立花隆が新橋でね演説をして、そこにね、ヘズマリュウが、行って、それで凱旋会に残って演説をしたっていう、動画が上がっていまして、ちょっとね僕あのこれ水谷さんが上げてた、動画をね、とりあえず今全部見ました。俺もさっき見て全部見て、で、まあ、ちょっとそれを見ての感想っていうことを話していこうと思います。で、まあ、ちょっとねこれ水谷さんが撮ってる、部分だけをだけしか僕見てないんで、ちょっと全体を見てるわけじゃないんで、ちょっとまあ撮られてなかった部分、創価学会じゃないんだ、幸福の科学会、まあ、ざっくり見た印象っていうことをね、まあ、話そうかなって思います。まあ最初にとりあえずまず1個突っ込んでおきたいのは、これ応援演説なのっていうのは思いましたね。俺もそう思ったよ、全然応援演説じゃないよ、ヘズマリュウは。登壇してる人たちが別に立花隆のことを全然応援してる内容をね話してないっていうか、ヘズマリュウが自分の YouTube にヘズマが頑張ってこと話してただけだから、別に特になんか制作の内容とかなんかそういうのとかには全然突っ込んだ話をしてなかった、うん、これは果たして応援演説と言っていいのかどうなのかみたいな、なんかただ普通になんかどんちゃん騒ぎをしてるだけにしか見えなかったんですけど、トライがあるのかな、まあ、本当に。うん、でまぁ、ちょっとね、東京都知事しか見てないから立候補したよな、何とも言えないところあるんですけど、うん、やっぱり、ね、ここはね、まあ多分僕のやっぱ意見が多分ちょっともしかしたら見てらっしゃる視聴者の皆さんとまあ異なることがあるかもしれないです。異なないよ、みんな同じ思い考えだよ。ひろし君ちょっとその考え方にはちょっと同意できないよとか、私はそれは違うと思って、いう方はまあそういう意見も当然あると思って、この人やっぱり喋るうまいよね、そういう方とかね、もし東京の人、まあ不満と言いますか、ちょっとそれは気に食わないやっぱり東京の人、やっぱりね、頭も回転もいいしさ、喋るもやっぱりうまいよね、勉強になるんだよね、いいかなと思うんですけど、うん、やっぱりね、まあ、この今日 の, あの水谷さんが上げてる動画ね、見ましたけど、うん、やっぱり僕はね、うん、やっぱりヘズマリュウはね、僕はやっぱり彼のことはね、どうしても嫌いになれないなっていう、うんうん、感じがしました。まあこれね、ちょっとあんまり言いたくないんですけど、あんまり言いたくないっていうか、まあちょっとネタバレをしたくないんで、実はね、ちょっと一部で告知が出てるんですけど、バラエティチャンネルさんっていう、まあ彼にヘズマリュウ密着番組みたいなのを作っているところに僕その、ね、ヘズマリュウ卒の動画の時にたまたまそこに、まあ、出くわしたっていうか、まあ、そのたまたま密着してるタイミングで僕はスクランブル交差点に行ったんですけど、まあ、動画を回しないところで、まあ、実はこれ30分ぐらい喋ったんですよ、彼とね、ヘズマ氏とね、うん、で、まあ、その時にいろいろ、だからその動画で見せてない部分の話とかもいろいろ聞いたわけですよ、うん、まあ、そのちょっと長いね、幸福の科学との決別って自分の本出してるんだ、しっかり飾って宣伝してるね。もしかしたら方いるかもしれないですけど、サブチャンで僕が最初にヘズマリュウを扱ったのが、ね、サブチャンの動画なんですけども、その時に話してるんですけど、僕の直感的なね、彼の動画を見た時の直感として、僕はこれ何度か言ってるんですけど、まあ、サイコパスセンサーみたいなのがあるんですよ。サイコパスっていうか、その怪しいやつセンサーみたいなのがあって、まあ生まれた時からね、
頭の狂った人間たちに囲まれて育ってきたせいで、まあ、こいつ、まあ、マジでだからイカれてるやつだなみたいな、そういうのはもうなんか匂いでわかるんですよ。匂いっていうか、まあまあ、サイコパスやばいでしょ。生まれつきのあるでしょ、犯罪者っていう、まあ、悪いやつってことでしょ、まあ、多分子供をね引き取りたいんだけど、まあちょっと力を貸してくれないかみたいなことを、まあ、頼みに行ったわけですよ。あまり長く取れんな。まあね、ちょっと、まあ、その時はまあ僕も精神的に、まあ、めちゃくちゃはもうマックスまで追い詰められてたから、それが正常な判断だったかどうかは分からないんだけれども、でその時に、まあ、リュウホはね、その時は結構手を尽くしてくれたんですよ。弁護士をね用意してくれたりとか、うん、まあ、あとだからなんだろう、まあ父親方の方がね、まあ、僕の方が親権を取る方法とかも、まあ、なんかこの人の自分の父親、まあ、彼も離婚経験している人間なんで、幸福の科学を誹謗中傷やって、まあ、誹謗中傷かな、結構文句とか言ってる動画 で結構訴えられてね、裁判沙汰にもなったみたいですけど、まあ、結果ダメだったんですけど、なんかあれと似てるんだよ、大塚家具みたいな、そう、まあ、縁を切っていたにもかかわらず、あれも父親と娘が仲悪くて、確執でなんか揉めてたでしょ。それはなんか、まあ、迷惑をかけましたけど、その時リュウホに行ったんですけども、でそれで、まあ、その時僕も長いからさ、利用しようとしてるっていうか、もうすっごくよく見えたんで、うん、まあ、そういうつもりだぞっていうことは言いたいかな。でそれ結局なんか、うん、でもよく抜けたよな、ボロ雑巾みたいな感じでね、今数字持ってるから、うまく使ってもらってるけれども、教団にいたら洗脳されてるからね、まあ、それも本人も分かってるかもしれないけどね、精神的に強いと思うよ、普通なかなか抜け出せないからね。しかもね、ちょっとこのその様子がね、バラエティチャンネルさんのね、動画の方でアップされたんで、それを見てください。で、それを見て、やっぱ広志間違ってんぞっていうことだったら、もうそれは僕はそういう意見もあると思うんで、それは受け止めたいと思うし。これ、こんなもんで。はい。ちょっとまたカメラのズームちょっと下げないといけないから。はい、以上にしたいと思います。今回はね、ダイソーで購入した台所用洗剤アロママイルドの商品レビューに、自分が登録してるチャンネルの動画見てみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。